宝器溝の口駅は、鳥取県西白郡宝器町溝の口にある、西日本旅客鉄道白備線の駅である。かつては急行、宝器が停車していた。駅名は溝口だが、町名は溝口である。これは、1984年5月1日に、町名の読みが溝口から溝口に変更されたためである。内島式ホーム1面2線を有し、 列車交換が可能な地上駅。米子駅が管理している無人駅で法機町のコミュニティ施設、遊学館を併設した駅舎を持つ。かつては簡易委託駅で常備券による発見を行っていたが、商工会の閉鎖により無人化された。下り線西側に駅舎があり、そこから校内踏切がホームに位よりへと繋がっている。以前は、 乗車駅証明書発行機が設置されていたが、2014年頃に撤去された。また、一線スルー化されていないため通過列車は減速する。2017年3月時点でホームに乗り場番号表が整備されている。駅舎側を一番乗り場としており、列車運転指令上の番線番号とは逆になっている。1日の平均乗降人員は以下の通りである。ありがとうございます。